グレン・モスはニュージーランド出身のサッカー選手。A リーグのニューカッスル・ユナイテッド・ジェッツ FC 所属。ポジションはゴールキーパー。2007年8月、A リーグ参入初年度のウェディントン・フェニックス FC と2年契約を結ぶ。2007から08シーズンは20試合に出場し、リーグトップレベルのショットストッパーとして活躍する。しかし、 翌シーズンは怪我もありニュージーランド代表で同僚のマーク・パストンと併用されるようになり13試合の出場に止まった。2009年リーグチャンピオンのメルボルン・ビクトリー FC に移籍。2009から10シーズン開幕当初は政治意見の座を得たが次第に制裁をかき若手のミチェル・ランゲラクに抜かれる形となった。2010年7月19日 セントラルコーストマリナーズ FC へ移籍したジェス・バンストラッタンに代わりゴールドコーストユナイテッド FC に2年契約で移籍。2005年6月、オーストラリアとの親善試合において代表初招集を受ける。翌年2月のマレーシア戦で初出場する。2009年のコンフェデレーションズカップではグループリーグ3試合全てに出場。 イラク戦は無失点に抑え例から例で引き分け、ニュージーランド代表のフィファ主要国際大会における初のポイント獲得に貢献。2008年11月、ワールドカップオセアニア予選において消化試合となっていたフィジー戦で審判に対する暴言により4試合の出場停止処分を受ける。このため、大陸間プレーオフバーレーン戦2試合はマーク・パストンに譲ることになった。 また、ワールドカップ本大会でもグループリーグ2試合に処分が引き継がれ、3試合目のパラグアイ戦で出場可能になったがプレーすることはできなかった。グレン・モス2リップレースジェス・バンストラトン、ゴールドコーストユナイテッド、モス・シーズ・レッド・ヘラルドさん。ありがとうございます。